とんがりコーン食べるの躊躇するようになりました。それはちょっとすみませんでした。そんな弊害があったんですよ。すみませんでした。頭が平石になってるんですね。あ、そういうこと。あ、だから雷でもこの世界は試合が行われるんですね。じゃないんだよな。カラーコーン。平石になりそう。カラーコーン。うん。井上の髪は平石ですか。カラーコーン。サムネイル雑コラすぎて草。ちょっとね、タイポンさん、レタスケさん、マライチさん、コハロンさん、ポンピーさんとですね、まあ、撮影をしていて、その撮影がね、5時間ぐらいかかったんですよ。だからちょっと時間がなくて、ああいう撮影サムネになってしまいました。大変申し訳ございませんでした。リャイチ、神戸に来るかな？いや、ちょっとびっくりしましたよね、リャイチさんに関しては。私もほら、旧ユーゴスラビアの企画の方でね、リアイチさんにお世話になってますし、うん。ちなみに旧ユーゴスラビア企画は、あさってね、この動画で言うと明日か。あ、近々復活します。よろしくお願いします。前回ですね、5年目のシーズンが終わりました。スパーズはですね、私が所属しているスパーズは、前半戦1位だったのにもかかわらず、井上慎也がキャプテンになったことによって大失速かましました。失礼いたしました。で、ハイジと出会ったんです、ハイジと。もう、今回はハイジとちょっとお近づきになりたい。そういう目的でちょっとやっていきたいと思います。これ、いけるんか？ガールフレンド。あ、いけないよね。いけない。そう、行ったばかりだからいけないんだった。まず、手術するか、手術。アクシデントが半分ぐらいいっちゃってるんで、手術したいと思います。これを機に。はい。9週間。オッケーオッケー。悲しくて。あ、来た、オフシーズンウィーク。8月の3週かな。オッケー、ハイジーと行きます。オファー来てるけど、セビージャ、はい。ちょっとプレゼント買ってく？それとも香水で大丈夫かな、ハイジは。それともなんかチョッピングでなんかガーデニングっぽいもん買ってった方がいいか。バラの花とかの方がいいのかな、ハイジの場合は。まあ、最初はやっぱ花束で行くか、花束で。で、前回ショッピングダメだったんで、公園、ハイキングとかどうです？ハイキングとか。行きます。はい。ハイキングにバラの花束って持ってっていいんでしょうか？わかりません。行きます。はい。今日は少し遠くまでハイキングに出かけた。あっという間に時間が過ぎましたね。また誘ってくださいね。オーケー。今日のデートに彼女も満足してくれたようだ。二人でまたデートする約束をして昨日に着いた。帰りにこの日のために用意したバラの花束を彼女にそっと手渡した。ハイキング中にぐちゃぐちゃになったりしない？このようなものをいただいたのは初めてです。嬉しいです。ずっと大切にします。ずっとは大切にできない、花束だから。まずハイキングにその服装。うん。え、何？こういったプレゼントも嬉しいんですけど、私へのためだけに新しいパフォーマンスを披露してくれます。はい、何ですか、こうコマネチですか、このパフォーマンスは。もちろんパフォーマンスが変更あった。コマネチします、僕します。チームロビーキーンさんともちょっとお話でもしとこうかな。うん、しときます。ロビーキーンさんともちょっと一発。また君と同じチームでサッカーがしたいよ。え、うん、悲しくて。え、出会ってしまった。久しぶりの買い物を終え、自宅へと歩いていると、財布が落ちていることに気がついた。後で見回してみると、前方で何やら探し物している女性がいた。もしかと思いを声かけてみると。おっと、私の財布、見つけてくれたのか。ありがとう。そうだ、なんか俺でもさせてよ。みんな同じ喋り方してくんだよな。ちょっと、ガートルード。え？ガートルードもあるか？契約は切れました。いや、契約、するよ、もう一回スパーズと。せっかく連携も良くなってきたんだから、やらして。それは2回までいけんのか。じゃあ5億円。無理な話って言われちゃった。2億円。オッケー。2億なら全然いいでしょう、それは。うん、メディカルチェックも O の K。 アドリアの28歳で引退？トッテナムは9以上。オッケー。それならなんかいけそうな気がしないでもないけど。あれ？あ、ベンチだ。
多分コンディションが悪いからって思っていたい俺は。うん、思っていたい。いや負けてんな。おっと、ハイジーに向けたゴールパフォーマンスがちょっと早く披露したいですけどね。え、なんで、どうしたのスパーズ。あ、フルハム戦ちょっと行きますか一発。え、待って、井上中盤の起用、これもしかして井上中盤での起用なんじゃないですかこれ。え、センターバック、センターバックなんですけど。は、来た、センターバックでも来るんだ。チャンスは決めて俺はパフォーマンスをする。よし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 、センターバックでも関係ねえ、得点を狙っていくぜ。ふう、何それ。悲しくて、うわ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 、ナイスベイビス、ナイス。これどうします、これ。ちょっとマジでこの状況、ボルトン戦ベンチだ。ちょっと6年目に暗雲が立ち込めてますけれどもね。うん、勝ってるけど、うん、あ、スタメン、え、フォワードだよね。ハイジに向かってパフォーマンスしよう。井上、うまい、うまいよ。上げてきた、オッケー、エル・ハムザ・ウィリー、来た来た、パフォーマンスチャンス。中に入れた、いやー、見れる、パフォー見れる、伝説のハイジ見てるか、ハイジハイジに向かってマッチアップ、負けないよ。これはドリブルいってみるか。どう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 、いった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 、オッケー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 、ウィナー。試合後のインタビューよろしいでしょうか。はーい、彼女の応援が励みになりました。名声と熱愛度アップ、オッケー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 、それでいいね。マーブザマッチで、あ、EL は出てんだね。オッケーオッケーオッケー。トッテラム、どこ？ボルドーか。なるほどね。あ、欧州カップ、ボルドー戦じゃん。勝ちますよ。優勝狙いますよ。いいよ、ゾカラ、デイビス、ファーニーいます、井上。ファーニー。上げてきた。ああ、直接入った。オッケー。またヒーローインタビュー？あの子を思ってました。オッケーオッケー。オッケー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 。全くフットボールに集中してない。悲しくて、ブラックバン戦スタメン、来たー、見てなかったら来たー。ハイジ、コマリッチコ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 リッチ、え、2点目？ここでパス。オッケー。いったっしょ。オッケー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 。グレイトフルデッド。コマネージ2回、もう1試合で2回よ。ケツの方から移していくタイプ。あら。ちょっと。またインタビュー？あの子に随分勇気づけられました。オッケー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 。ちょっと1点返されましたけどオッケーでしょう。レスター戦、まあレスター、うん、勝たなきゃダメよね。キーパーと1対1、ハンザー、シュート、ボールを決めたのはこの選手。来た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 、あ、これむずいやつだ、弾いた後のやつだね。またインタ、もう何で毎回のあの子を思ってました。はい、
まあ井上のねアシストで勝ってますから。あ、ボルドー戦カップ戦か、これはちゃんとしよう。 EL 点取ってくよ、しっかりと。ジュッセ中に入れた、キーパーと1対1。うわ、あーっと、これはどう、延長か、これは。いや延長だな、もうもうもう。あ、加えられた、しかも円の長で。井上もいないしな。よし、うん、よし、うん、よし、よし、オッケー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 、止めれば勝ち、うまいな、決めれば勝ちです、オッケー。ギリのギリよ本当に。 EL、ヘルタベルリン、もう延長 PK とか嫌だからもう勝ってこ。え、ちょっとちょっと、うまいけれども、あ、まずい、左サイドから行く、井上中にいますよ、井上ですよ、井上は決めていく、これです、井上は諦めない男、諦めないコマネチ、見てるか、はい、見ててくれ、頼むから。負けた、あ、まあ、ありがとうございます、褒めていただいて。ただ思ったんですけど、これハイジーの冷やかしで、冷やかしであのパフォーマンスっていう可能性ありますよね、今思ったんですけど。悲しくて、あ、ベンチだ、あ、疲れちゃったからか。冷やかしと分かっていても、それでも会いたい、俺はハイジーに会いたい。サッカーのこと考えろお前は、マジでベンチで何考えてんだ。え、ベンチ外だったんですけど、また、どうして、負けてる、終わったか、これ言える、あ、終わったわ、死んだわ、むちゃくちゃ負けてるもん、死にました、ありがとう、さようなら、ヨーロッパリーグ。あれ、またベンチだ、なんでだろう、コンディションが悪いのかな、コンディション調整し忘れてます、もしかして、私負けてるし。あ、やってないじゃない、もう女のことばっか考えてるから、プロとしてあるまじき行為やってますこいつ。あ、スタメンだ、オッケーオッケー、入荷する戦、今日もパフォーマンスするからね、ハイジ、デイビス、ナイス、ナイス、井上、え、心ここにあらず、来た来た、心ここにあった、心ここにあった、いったっしょ、よーしよ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 し、魂のパフォーマンス、鉄からのアングル、いやマジでこれ嫌がらせなのかな、ハイジの。ドラントライズフリーになっている、井上2点目、魂の2点目、嫌がらせと分かっていてもやめらんねんだこれも。やめらんねんです、はい、ガナーズ戦絶対活躍しよう。平石か、これ今日は平石の役目か、フリーになっている、あーっと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 、これはまずい試合です、おそらく、あーっと、これはボロ負けか。いや平石の役目もできてねえし、負けてもうさ、うわ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 、悲しくて、ちょ、点を取らせてくれ、パフォーマンスしたいんだから、こっちは。ああ、あ、これはもうどうしようもない、今チーム状況が。前半ですよまだ。選手交代です。え、下げられた、アストンビラ戦、やべ、間違えた、こっちでやっちゃった、やべー、負ける、そしてもしかして、ウルブス、いや疲れ果ててんな、しかし
これ監督に作戦提案しようか。カウンターで行ってみる。カウンターでなんか負けた場合は僕の責任でだぞみたいなこと言ってませんでした。怖っ監督。ナイスそうそうもういい。誰が決めてもいい。今は嬉しい。怖いな。大きい展開から怖いな。オウンゴール。井上、井上が仕組んです。パホは、パホやる。やります。ハイジのために人に笑われたっていい。他人のあれなんかどうでもいい。久々のインタビューですよ。彼女の応援が励みになりましたよ。もうプレッシャーがダウンで、これ大丈夫なんかな。トフィーズ戦。うわ飛来神モードだ。こ玉田さんがいるんだ、いるんだ。来た、マッティアップ。ちょっと今能力頭打ち状態だから、これドリブルいきます。来た来た、シャイニングロード見えてます。うまい、うまいや。普通にうまいんだから、普通にうまいんだから。皆さんドヤ顔ですよ。ドヤ顔にご注目ください。ドヤ顔です。ロスタイムに。ちょっと非常にまずいですよね。ユナイテッド戦死ぬほど疲れてますけど、これ大丈夫でしょうか。私出て、でもやっぱユナイテッド戦はちょっと出たいですよね。うん、ルーニー上手くない。あぶねえ。何も上がんねえし、まずいですよ。マンチェスター・シティ、ハイジに向かってパフォやって、インタビュー受けてハイジのことを喋る、それです。悲しくて。いいよ、井上からワンと井上左流しますよね。オッケー。どこに上げた。いい、いいね、いいね、素晴らしい。どうなってます、どうなってます、どうなってます。右サイドです。いいボールください。井上は中で待ってるから、そういうことです。パフォ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 、伝説のパフォ。冷やかしと分かっていてもやめらんねえ。クセになるんだなこの動きが。来た来た、私の時代。しっかりと丸を準備して、ここ完璧。パフォパフォパフォ、この動きが癖になっちゃうんだよな。見てる、ハイジ見てる。まだチャンスはあるのかもしれない。まだチャンスは、1日3発のパフォー、まだチャンスはあんのかもしれない。パフォーパフォー、癖になってやめらんねえんだ、やめらんねえんだこの動きが。やっと来た、やっと来た。あの子にアピールタイム、あの子にアピールタイム。チェルシー負けないよ。ケスランってのはケジュマンか。のパフォ、来た来た。もう一目散に走って、もうこれ大丈夫、これ映像的な、散ってない映像が。そしてまずい匂いする、まずい匂いします。だよねだよねー、くーん、しゃあない。エスパニョールが優勝、マジ。リバプール優勝、ドルトムント優勝。なるほどですね。チャンピオンシップ、リオンが勝ったんだ、 CL は。で最終節クリスタルパレス、もう最後は勝とう。もう何位今だって、我々来た。これでもう最後の最後のやつで、最後のやつでちゃんと、よーし、これでパフォーもできて、ヒーローインタビューも受けれれば最高。俺の中では、俺の中では気持ちはこうだ。よし勝った、オッケー。
よしよし、これはもうあの子を思ってました。質問とかも見てない。こちらは監督信頼度はダウン、いいんです。悲しくて、5位か。あ、結構順位高かったんだね。え、出会っちゃうの、また新しい。のんびりしようと公園を散歩していると、どっかのボランティア団体が園内の掃除をしていた。たまにはいいことをしようと一緒になって園内のゴミを拾い始めていると、一人の女性が声をかけてきた。おいおいおい、君も掃除を手伝ってくれるのか、ありがとう。な、一人じゃ寂しいから一緒に掃除しない？なんでみんな男っぽい口調しますしますけれども。その後は彼女と一緒に最後まで掃除を続け、そのおかげで彼女と随分長くなることができた。ともみ、日本人、日本人。ローマが優勝、リオンが優勝、イングランド得点は井上です。2年連続です。最強。まずちょっとプレゼント的なものを買っとこうよ。プレゼント的なものを、車とかも買えんじゃないの、これもう買えない。スポーツ車買います。プレゼント百合の花束とか買ってく、喜んでくれたから。前回バラ、え、なに、え、が、え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 、マックスなんだけど、え、マック、え、とりあえずともみとで一回デート行こう。ともみと、ともみはでもボランティアしてたぐらいだから水族館とか行けんだ。ちょ、公園でいいや。今日は天気はいいので公園に遊びに来た。うん、君と一緒にいると楽しいよ、また一緒に行こうよ。ありがとうございます。感上がりマックス。え、ちょっと待って、これもういけんじゃないの。じゃあハイジ、ハイジ行こうよ。水族館しょ、女プレーンで乗っていきます。百合の花束、はい。え、待って、ちょっと待って、プロポーズするんだったら指輪いるじゃん。指輪、指輪、プロポーズできんの、もうプラチナ指輪、シルバー指輪、シルバー指輪の方が高いの、なんでです。プラチナでいいか。うん、あ、ダイヤがあしらってあんのか。シルバーあげるか、プラチナも買っちゃったけど。水族館プレゼント持っていきます。シルバー指輪、はい、プロポーズします。今日は自慢の愛車で水族館に来た。あっという間に時間が過ぎましたね。また誘ってくださいね。今日のデートに彼女も満足してくれたようだ。二人でまたデートをする約束して帰路に着いた。いやいや、プロポーズはいいや。帰り際、この日のために用意したシルバー指輪を彼女にこっそり手渡した。あ、ありがとうございます。帰り道の途中、熱い思いを伝えるために勇気を振り絞ってプロポーズをした。しかし彼女は黙ったまま口を開こうとしない。どうして開かないの、口を。あ、あの、少し待っていてもらえますか。改めて返事をしますから。心の整理がついた後になりそうだ。悲しくて、ハイジの返事待ちだから、あ、ハイジの返事待ちだからできない。インターナショナルカップ抽選会、はい。あ、ワールドカップがあんのか。一番発信するか。え、まあ入りたいところでいったらどこだろう。 B、 ウルグアイ、オーストラリア、チェコ。くー、なかなかですね。え、これもうすぐ始まるんか、代表。あ、代表の強化トレーニングか。これはもうポジション争いした方がいいんじゃない、間違いなく。
大久保嘉人と玉田さんか。玉田さんとポジション争いします。丸丸オッケー、バツオッケー、バツ短、うわダメだった。素晴らしい、この調子でいけばオッケー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 。あ、遠藤さん、君も代表選手に選ばれたんだね。国の命をかけて思いっきりプレーしような。ありがとうございます。スタメンなんかい、スタメンを勝ち取ってました私、まさかの。え、大久保さん、玉田さん、井上はミルフィールダー、ミルフィールダーでスタメン。さあグループリーグちょっと厳しいですか。チェコにもちょっと勝っておきたい、世界初戦大事。いきなりマッチアップ、相手ネトメトみたいな人いました。ネトメトですね、ネトメ。これはどうする、ドリブルパス、パス行こう。とりあえず OK。 9番井上でもサイドハーフやらされています。ドヤ顔を拝みください。ロミスキー、ロシツキー、実名じゃないな、チェコは。あっ、えコウンのやん、誰、ヤンコラ。さあ日本チャンスか、行こう。玉田さんいいよいいよいいよ、玉田さんいいよ、左に展開。大久保さん中で合わせる、ちょっと井上も入ってきて、ペナルティエリア内に。井上もマイナスのボール、アタッチで、うんうんうん、初戦勝ち点取んないと厳しいんですよ、ワールドカップって。いいよ、ピー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 、遠藤さんがいるからね。どう遠藤さん、やっちゃって、うわ素晴らしい直接ぶち込む。いや引き分けか、引き分けだ。まあ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 、まあ、来た、パラメータブラック。ウルグアイ戦もスタメン、あフォワードだ、オッケー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 。ここで勝てればちょっと話変わると思う。いいよ、右にいる井上が、どうする井上、クロスか。すごい髪型なんかいるなって言われ思われてるぞ。うん、エンドワンタッチで、うまい、うまい、うまい、中田浩二さん、中田、エンド、いいよ、オフサイドがない、どれ、井上、うわー、キーパーよく止めました。中田サントマリア、勝った、あ勝った、突破あるんじゃないのこれ。あ、ちゃ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 、あ、返事だ返事だ返事だ、運命のプロポーズしてから何日か過ぎたある日、彼女から公園に来てほしいと連絡あった。いや今ワールドカップの真っ盛りですけどね。今日はこの間の返事をちゃんとするために来ました。自分の気持ちを素直に言いますね。私はあなたのこと好きです。あなたになら私の人生預けてもいい、そう思えたんです。これからもよろしくお願いしますね。彼女はそう言うと恥ずかしそうに下を向いてしまった。そんな彼女をずっと大切にしようと心に決めた。モチベーションが上がりました。この結婚選手としての選手にプラスになりました。話変わる。ハイスと出会い、今日家族や友人に祝福され結婚式を挙げることをサッカー選手に来てくれる、この会見に乗り越えていると信じている。嫁ができましたワールドカップ頑張っちゃいます。え、どんだけ成長したの、あ成長しました。オーストラリア戦もスタメンです。引き分ければ多分ほぼ大丈夫でしょう。え、うまー、かつてジェラードにやられたやつ、中田浩二さん、うまー、勝ったね、オッケー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 、勝ち上がり勝ち上がり、これは言ったでしょう。え、突然ハイに呼び出されて急ぎで待ち合わせの場所に駆けつけた。え、何や、怖いんだけど、やっぱりなしでみたいなことなんない、やっぱりなしでみたいなこと。あの、とても大切な話があるんです。練習中に悪いとは思ったんですけど、
実は、え？このお腹の中に私の赤ちゃんがいるんです。いきなりのことでびっくりしたでしょうけど、本当なんです。これからはお腹の子のためにも頑張りましょうね。嬉しいことに家族が一人増えることとなった。モチベーションがガン上がりマックス。イタリア、マレスカ、やばいな、攻められまくってんな。ジラルディーノ、うわ、あきた、ここで1点取ればまだ分かんないよマジで。中に入れた、よーし、よし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 、ワールドカップ初得点、ワールドカップ初得点、オッケーオッケー、ゴー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 、ハイジ捧げる、我が子に捧げる、お腹の中の子供にも捧げる。負けか、うわ負けた、ベスト8の壁熱いよマジで。いや素晴らしいですね。プロポーズの返事が返ってきた。ハイジと結婚することになった。ハイジと結婚式を挙げた。ハイジが妊娠した。デート1回2回プロポーズデート2回、いや私身に覚えがない、妊娠に身に覚えがない、深いこと考えるのやめよう、深いこと考えるのやめます。あ、ワイフとデートに行けるって。ワイフとどこか出かけませんか。行く行く行く。え、どうしようか、水族館行ったし、海、繁華街でも行く。プレゼント持っていきます、ユリの花束。はいはい、今日は繁華街に遊びに来た。あっという間に時間が過ぎましたね。また誘ってくださいね。いやいやおかしいんで、誘ってくださいねって、お前誰かと間違えてねえか俺のこと。誘ってくだ、大丈夫か。ちょっと待てよ、二人でまたデートをする約束をしてキロに着いた。おかしいぞ会話が。このようなものをいただいたのは初めてです。嬉しいです、ずっと大切にします。いやいや、バラの花束あげたことあるよ俺。え、おかしい、何なんだ。あなた、エルトーランゾーさんから連絡が来ています。少し読み上げますね。井上信也様、この度イングランドリーグ得点王を受賞いたしましたことをご報告させていただきます。イングランドリーグ得点王すごいです、さすが私の井上信也です。待望の第一子が生まれた。とても元気な女の子だ。これからは新しい家族のためにもより一層頑張ろう。まずはこの子の国籍を決めよう。子供の国籍は両親の国籍から選べるので、どちらを選ぼうかな。母親の国籍。この子の国籍はドイツにしよう。次にこの子の名前を決めよう。ばあちゃっこだ。かわいいお嫁さんになるといいな。女の子が生まれ、モチベーションが上がりました。女の子かい。女の子かい。男の子で、その子の人生やろうと思った。女の子かい。とりあえずですね、第1部として、この動画は、このシリーズはここで終わりにしたいと思います。第2部は、まあ、井上とハイジの息子が生まれてくれたらですね、この人生をやりたいと思う。だもし第2部やるときに息子が生まれるところからスタートしなきゃいけないってことか。なんで女の子なのよ、ばあちゃっこ。ありがとうございました。さよなら。